ボウルに卵、豆腐を入れます。泡立て器でしっかりと混ぜていきます。もう一度混ぜます。全体をなじませるように切り混ぜをしています。切り混ぜるときにはボウルを左手で回しながら J の字を書くように混ぜていくと素早く混ざります。でたまに O の字や J の字を繰り返して生地をなじませていきます。あと水飴を加えていきます。スケッパーという道具を使ったら残っている生地も全て落とすことができます。ラップを閉じてひとまとまりにしていきます。米粉はグルテンがないのでここで多少混ぜすぎても大丈夫です。中に折り込むように生地全体をなじませて滑らかな生地になるまでこれを繰り返します。ラップは破れやすいのでビニール袋、ポリ袋を使っても大丈夫です。出来上がった生地を24センチ×20、だいたいそのぐらいの大きさに伸ばしていきます。ラップを半分に折り端を折り込み上部も折り込みます。綿棒を使って均一の大きさに伸ばしていきます。チョコソースを塗っていきます。この時は、一番巻き終わりの部分は塗らないようにするのがポイントです。ケーキや海苔巻きを巻く要領で一番端にまず一度巻いて芯を作ります。あとは向こう側へラップを持ってそのまんまぐるぐるっと真ん中をスケッパーで切っていきます。出ますので、これを編み込むようにしていきます。普通のパンと違って生地は伸びませんので途中で切れても型に入れてしまえば大丈夫です。生地を平らにします。卵を表面に塗りつけます。米粉バブカ風が焼き上がりました。